タロ散歩チャンネル。上川駅に到着しました。1時間後ぐらいの列車に乗って今度は遠軽に行きますけど、どうもありがとうございます。上川駅は1ヶ月前に層雲峡に行くときに、そのバスの休憩時間で少し5分10分立ち寄ったとか、そんな感じですけどね。この今は JR でこの上川の駅に来たんですけれども、先日バスで来たときはお隣の方にバスターミナルがあって、あっちの方にバスが止まったんですよね。そして先日訪れた層雲峡、ここですね、ここも住所的には上川町になります。上川町結構広いんですよね。こうなってて、朝日岳も下手すりゃ上川町なんじゃないかなという、朝日岳はちょっと違いますね。朝日岳はですね、東川町のエリアになるみたいです。ただまあ今回は、ね、1時間しかないんで、そんなに遠く行くことはできません。まあ池でこの町の周りちょっと回るかなっていうぐらいです。まあこの前よりは時間があるんで、少し町でも歩きましょうか。そしてここにはなんか涼しそうな噴水が、先月と違って今日本当暑いんで、まあ、こういうものがすごくありがたく見えます。旭川行きの特急バス、帯広、北見、釧路あたりからバスはあるんですけれども、北見バスって書いてある、多分北見から来たやつでしょう。先日乗った層雲峡行きの路線バスも止まりますし、また紋別もあるんですね。紋別ゆくりっていうのが多分北見とかだと思うんですが、それからまあ帯広、釧路等々バスがあって、これは旭川に行くバス、ここでもありますけど、旭川層雲峡方面。今日は JR ユーザーで来ましたんで、バスの話はこの辺までにしまして、ちょっと街の方は見てみましょうか。まあ、言うてまだ朝の10時台ですから、そんなにお店が開いてるというわけではないでしょうし、まあ、上川町、まあ、ちょっと行ったあの町のメインストリート、あの国道反対側にあるんですけど、町のメインストリートがこっちにあって、生活するのに困らない程度のお店があるかなという、まあ、そんな感じでしょうか。でもこのね、駅前のこの歩道を歩くとメインストリートがあって、確かにセイコーマートは近くにあるんですよ。古い建物もあるけれども、割と小綺麗な街ですよね。特急も止まるし、バスターミナルもあるし、交通の要衝でもあるんで、まあ廃れてる感は全然ないですね。あのこじんまりと街をやってるなっていう、そういうようなイメージでしょうか。まあということで、ここにあるセイコーマートでちょっと寄り道しますか。暑いんでね、とりあえずセイコーマートらしいアイスでも買おうかなと思います。帯広行った時はあの夕張メロンソフトをいただいたんですけれども、今回買ったのはですね、こちらの北海道とうきびソフト、199円でした。ちょうどね、セイコーマートの脇にベンチがあったんで、ちょっとここでソフトクリームいただきましょう。いただきます。とうきびソフトって初めて食べるんですけど、どんな感じか。いただきます。甘くした冷たいコンポタージュみたいな、そんな感じになるのか。うん、おいしい。うん、やっぱり暑い日のアイスは美味しいですね。で、そう、このセコマの脇のこの歩道のところ、よく見ると脇に用水路があるんですけどね、よく見るとこういうところに金魚のイラストがね、描かれたなんかが置いてあるんですよ。こことか、これこれこれ、あっちにもいっぱいにうようよしてますけども、こっちはちょっとなんか塗装が剥がれちゃったっぽいですね。金属の板に固定されてる。若干こっちもなんか色が落ちた金魚さんもいらっしゃいますけども、こんな感じで。
いいですね、涼しげでいいですよね。この森のテラスは2005年から2007年にかけて上川中学校の子どもたちとワークショップを行いながら子どもたちの考えを入れて設計した公園ですということだそうです。水を流して子どもたちが、小さい子たちが安全に遊べるようなせせらぎを作りたい、金魚を泳がせたい、ベンチが欲しいなどといろいろ考えてくださったん、結果こういう風になったんですね。あ、そうなんですね。地元の当時の中学生がこういうのを考えてくださったみたい。で、駅前のバスターミナルにある噴水のデザインも当時の上川中学校の中学生さんが考えてくださったんですね。で、またこの公園で流している水は大上川神社っていうのかな、大上川神社っていうのかな、の隣の林地から汲み上げた水をかけ流しにしています。うんうんと書いてます。水はとっても綺麗な感じです。そうなんですね、中学生が考えた金魚、ちょっとそろそろ、ね、色ね塗り直してあげてほしいという、そういうところもありますけども、いいですね。まあ、結局ねあそこでね10分20分ぐらいぼーっとしてたんであんまりね歩いてないんですけれども、今ここです。上川の街は東京行くときにもバスでちょっとバスの中から撮ったのもありますけども、結構広いです。で、向こうにあるのがエスポワールの鐘、見えるかな、ね、ちょっと上のところに塔があるんですけども、塔のようなものがあるんですけど、ちょっとここからは見えませんね。ここからなんか上川の街を一望することもできるみたいですよ。で、向こうの方には小学校と高校と、で奥の方に中学校とあるという感じです。で、我々はこれからまた上川駅から普通列車に乗って2時間近く乗って今度は遠軽の方に行きたいと思います。ぼちぼち駅の方に戻りましょうか。若干ちょっとこっちから若干遠回りしていきましょうね。で、ここはスーパーいろはって書いてますけども、今はご覧の通りお店閉店になっちゃって空き店舗になってしまいました。まあ、ここの元スーパーいろはさんの角を曲がればもう JR の上川駅です。先ほど乗ってたお客さんのどのぐらいが遠軽に行くでしょうかね。だからあからさまに地元の人っていうよりは旅行者だろうっていうような方が結構いらしたんで、だいたいそういう方っていうのはなんか普通列車乗り継いで遠くに行くみたいな、そういうことが多いんでね、多分そういうのに鉢合わせるんじゃないかなって気もするんですけども、あとね時々見かけるんですけど、この街で高梨沙羅さんスキーかスノボかなんかありましたよね。ちょっとスポーツが疎いんで申し訳ないんですけど、なんか高梨沙羅さんのふるさとが上川町なんでしょうかね。まあ、そろそろ列車が来ると思うのでちょっと駅の方で待ちましょうか。来ましたわ、これかな、この2両編成のこれですよね、きっとね。遠軽行き、旭川発遠軽行き、これに乗りたいと思います。あ、旭川発なの。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、今度は遠軽行きですけど2両編成で、割とねなんか似たり寄ったりのメンバーの方がね乗られるようです。そう、あとね上川駅といえばこのホームのこの独特な形をしたこれが結構印象的ですよね。それと昔ながらのこちらの跨線橋、そして今の改札がここですけれども、ここから出てきたんですけれども、脇にも改札口があるんですよね。これは昔使ってたと思うんですけれども、今も何かの表紙で使うことがあるんでしょうか。いいですね、なんか一昔前の木の階段、いやもう一昔というか二昔ぐらい前になってますよね。あ、すごい、ここも板張りですよ。ご乗車ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。本当にね、お疲れ様でしたということで、いえいえ、こちらこそありがとうございますですよ、本当に。お、よいしょ、これなんか書いてます。第二ササラって書いてますけど、これ何でしょうね。落書きではないと思うんですけども、
そう、昔の40系たらこのオレンジ色でしたよね。オレンジ色の時代になんかこれだったかどうかわかんない、この40系だったかどうかわかんないですけども、オレンジ色の列車なんか乗ったことがあるようなうっすらとした記憶はあるな。昔ながらのホームは床が低い。まず最初、上川から次の白滝まではなんと50分かかります。もともとここにもいくつか駅はあったといえばあったんです。例えばこの奥白滝ってありますけど、これももともと駅でした。2001年まであった駅だそうです。ただ、ここは本当に利用者が少ないため、どんどん駅が廃止になってしまい、最後に残った上白滝駅が2016年に廃止になり、在来線で一番駅間の長い 36.2 キロ、これが誕生してしまったというわけです。ということで次の駅50分かけて白滝駅に到着いたしました。そしてこの白滝の次の旧白滝、下白滝と駅がありましたが、こちらも2016年までに全て廃止になってしまいました。そのため白滝の次の駅が現在丸ステップになっております。ここで停車したのが下白滝信号場。こちらも2016年までは駅として存在していましたが、利用者がいなくなったために廃止になってしまった駅の一つです。ここで列車のすれ違い待ちが行われまして、再度出発いたしました。ここから先もいくつか駅がありまして、現在残っているのがマルセップとセトセ、そしてこの列車の終点エンガルに到着するという形になります。こちらは瀬戸瀬駅から少し進んだところにある湯別川ダム、岩盤岩も見えてまいりました。これが見えるとそろそろ終点のエンガルに到着いたします。この岩盤岩のふもとにはラステル車が置いてありますね。また改めてエンガルには立ち寄ってみたいと思います。エンガル駅、エンガルは、ね、降りたことはないです。初めて降りました。といってももうすぐ列車が出ちゃうので改札を出ることがないですけども、エンガルといえばやっぱりこの駅の手前にそびえ立つこちらの岩盤岩でしょうかね。そして北海道では唯一のスイッチバックの駅、旭川方面と北見網走方面からやってきたものがここにやってきて、でそれぞれ折り返してあっちとこっちにまた行くという形ですね。なんでこういう形になってるかっていうと、昔はこっち方面にも線路が伸びてたみたいです。その影響でこの形のまま残って北海道で唯一のスイッチバック式、まあ要するに一回行って逆走して反対方向に行くみたいな、そういうようなルートの駅になったみたいですね。でこれですね、今度はまた乗ってきたやつに乗って網走方面に行くってことでしょうか。お願いします。ありがとうございます。
まあ、あとね10分くらいあるし、せっかくねエンガルの駅来たんで、ちょっとぐらい駅の外見てみたいじゃないですか。というか、なんだこれ、駅そばですね。駅そば屋さんがこんなところにあるというか、あったというか、今やってる風じゃないですけどね。あ、そうですよね、おそば屋さんの中で使う商売道具は一切ないですよ。ちなみにスペシャル600円、天玉440円、あいがも450円、うんうんって書いてます。一応ホーム側とホームじゃない側と両方からおそば食べることができたみたいですね。それとまたこの木でできたこの古典橋がまたいい味を出してまして、いいですね。ただいまから13時、まあ改札は始まったとはいえもう若干時間があるんで、ちょっとだけ降りてみましょう。自転車置き場がこんなところにあるし、この階段もコスモスの花が描かれてますね。綺麗ですね。私エンガル町は何があるかよくわからないですけれども、駅前の、あ、ちょうどありましたけどね、このガンボーイはインカルシというアイヌ語の名前もあるようです。それからガンボイマの麓には郷土資料館、インガル神社、ちゃんとこのセイコーマートもね書いてあります。素晴らしいです。とうとうあるようです。こっちの方には陸上自衛隊の駐屯地もあるんですね。ここにもねコスモスの絵が描かれていますけれども、エンガルはこの日本で最大級のコスモス園、このコスモス畑があるんですね。なので、まあ、コスモスで売ってるというところもあるんでしょうか。このガンボイワのアイヌ語名、インカルシがなまって、エンガルという風になったみたいです。意味としては眺める、いつもするところという、そういうようなアイヌ語の意味があるようです。そして、こちら北海道指定有形文化財の北海道家庭学校礼拝堂、大正3年1914年に創設された、全国で唯一の私立男子児童自立支援施設、うんうんと書いてます。この礼拝堂がね、今も残ってるみたいです。まあ、等々、いろいろありますけれども、だからエンガルだけで今度ね、見に来てみたいですよね。まあまあな街ですよね。まあまあな街ではあるんで、またどこかで機会を見つけてエンガルの街には寄ってみましょう。よし。じゃあ、まあ、さっきの列車っぽいですけども、今度は、どうでしたっけ、北見の方に行きたいと思います。お向かいはなんか、淡路の方面からやってきた列車っぽいですね。まあ、さっきと同じあたりでも座りますか。段差が。引き続き今度は網走行きの普通列車に乗りまして北見まで行きます。駅名表を見ますと上に瀬戸瀬、下に靖国と書いてありますが、我々が今度進むのは下の靖国の方面に進みます。進行方向左手に見えていた岩坊岩も今度は右手の方に見ながら進んでいきます。ここがスイッチバックの分かれ目、右側にそれていくのが旭川方面に進む石北本線。エンガル町のシンボル、岩坊岩ともここでお別れとなります。町の外れにある湧別川を渡っていきます。この湧別川もあと15キロ20キロぐらいすると湧別町というところに到着しまして、そしてオホーツク海に注ぐという形になります。なんか結構エンガルって海に近いんですよね。ということで到着したのが生田原駅の近くには昔鉱山があったみたいです。大正5年1916年に近くで金が見つかりまして、一時期はゴールドラッシュに沸いたようです、この生田原という町は。
オホーツク文学館生田原町図書館、町の施設とそれから駅と合体させたというところがあって、生田原もその一つだということができそうですね。でちなみにこの生田原も実は遠軽町のエリアになります。先ほど通りました白滝とかマルステップ、こちらも実は遠軽町のエリアで、この生田原、遠軽、マルステップ、白滝が合併して遠軽町という町になりました。これが2005年の出来事。駅前のロータリーとかもちらっと見ましたけど、結構立派なんです。そしてこちらに見えますのが生田原温泉ホテルノースキング。日帰り温泉もあるらしいんですよね。前に調べてみたことあるんですけど、この生田原温泉ホテルノースキングというのは、先ほども申し上げました北の大鉱山にちなんで名付けられたそうです。そしてちゃんとセコマもありますね。いい街ですね。縄文トンネル工事建設追悼碑、昭和55年11月建立、駅より約300メートルというふうに書いてある。こちらは現在は駅ではないんですけれども、金花駅というところだったところ、金花信号場です。特急オホーツクとすれ違いまして、金花信号場を出発いたします。でこの金花信号場の手前には縄文トンネルというトンネルがありまして、こちらは明治時代囚人たちを使って開拓されたトンネルで有名なんですよね。北海道開拓というのは囚人たちを使って作られた場所というのが結構ありまして、この縄文トンネルもその一つです。で病気とか飢えとか、その他の要因によって亡くなった囚人たちは近くに埋められまして、この骨が後々になって見つかったということもよくある話です。この縄文トンネルに関してもそういった話は残されております。北見の町は近くまで迫っております。北見も農業が盛んな地域で、有名なところでは玉ねぎがありますね。玉ねぎも有名ですけれども、畜産業とかももちろん行われております。こちらに見えますのが北海道畜連ミート北見工場。愛の内駅到着しました。でここから先は東愛の内、西北見、そして北見というふうに駅が続いております。東愛の内駅を出発しました。西北見駅を越えまして北見市街に入りますけれども、ここから2キロほど地下のトンネルを通りまして北見駅の方に向かってまいります。もともとここは高架化して北見の市街地の渋滞を緩和させようという、そういう計画はあったみたいですけれども、高架にするにはちょっと難しいということ で地下にトンネルを掘りまして一体高架化したという、そういった経緯があります。実はこの市街地における地下の立体交差トンネルというのは、この北見トンネルが日本で初めての事例だということだそうです。ということで北見にやってきました。初めてですよ。私もなんか今までなんか素通りはしたことあっても、北見寄ったことないんじゃないかなっていうぐらい初めてですね。この古風な駅のホームの屋根に、そしてこの近代的な古戦橋の対比が何とも言えません。あ、向こうにもねちゃんと古い古戦橋があって、こっちはあれかな、東西連絡自由通路みたいな、駅の外のあっちとこっちをつなぐような橋なのかもわかんないですけども、でホームの向こうには
なんか JR の何かの職員さんの何かの事務所っぽいものがありますので、またそしてね、ホームがめちゃくちゃ長いです。昔は、とにかく1編成を思いっきり長くして、その代わりなんか1日の本数は少なめにするっていうような、そういうようなやり方で列車走らせてたんですよね。今みたいになんかこまめに短い秒数で走るっていう、そういうスタイルではなかったんで。というのと、あとはやっぱり、網走方面に行くには、鉄道っていうのが昔はあったんで、相当、だってたくさんのお客さん乗せて走ってたんでしょうね。でそれこそ函館発札幌経由網走行きの特急大鳥でしたっけとかもね、当然この北見を通ってきてるはずですからね。それもなんか相当十何両とかそういうような編成でやってきたみたいなことを聞いたことがあります。今特急オホーツクですら4両ですからね。だってこれってもね2両ですからね。2両でまあまあお客さんも乗れたんで、まあ、快適に来ることができましたけれども、ですね、今2時半ちょっと過ぎたぐらいなんですけれども、これ出発するの3時あと25分は動かないというところです。はい、ありがとうございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。